ジョニーがデートに誘いたがってるが、どうだ？ジョニーが？それともあんたが？ジョニーだよ。俺たちを見分けるのは簡単だって言ってただろ。わかった。どこ行くの？どこに行きたい？ノースオークのシルバーピクセルクラウド。わかった。後でアフターライフに迎えに行く。Thank you.
今日はおとり役でもするのか。褒めてるつもり？いつもと違うから。やり直し。3回くらいあれば気の利いたセリフが出てくるだろう。ログ、準備はいいか。またあんたか。行けるか。ジョニーはどこ？やっぱりすっぽかすのか。すごく綺麗だな。それはどっちが言ったんだ。ジョニーはいつ来るのさ。俺はただの運転手だ。あいつを尻に敷いてるんだね。年の割にやるじゃないか。ジョニーのポルシェ。どこでこれを。グレイソンが話してた。あのコンテナに入ってたんだ。へえ。この車にはいろんな思い出が詰まってる。行こう。もう最近はサイバーサイコの事件をすっかり聞かなくなった。私たちの役目も終わったようね。今度遊びに来て、直接話しましょう。
シルバーピクセルはあんたのお気に入りか。前はね、もうずっと言ってない。意識は随分時代遅れだけど、シルバーピクセルだけはまだ残ってる。デートには最高の場所だな。だろ。だからジョニーに連れてってって頼んだのか。大昔に。あいつの案じゃなかったのか。まさか。あいつのデートプランなんて荒坂のビルバカーぐらいのもんだな。それでだ。B、本当のことを教えろ。本当って？ジョニーがやることにはいつだって裏がある。今回は何が目的なんだ？ジョニーは変わったんだ。あんたと一緒にいたいだけさ。騙すつもりも下心もない。うん。ちょっと考えててね。無視無欲のジョニーなんて影響を与えたんだな。くそ、信じられねえ。しばらく経つからね。完全に潰れちまったか。 B、 中に入る。閉まってても関係ない。俺たちに任せとけ。いいよ、やってみな。私は見てる。よし、じゃ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 ーん。よし、行けそうだ。本当に、よくやった。映写機を回してみな。私は席を選んでおく。分かった。よし、映写機を調べに行こう。入り口はこっちだ。映写機らしいのを見つけた。動かし方はお前の方で何とかなるか。
お、最後に再生されたのは武士道展だ。完璧だな。どう見ても C 級映画だろう。あのナビ、ここはドライブインだぞ。内容なんて誰も気にしない。ちょっと女の裸が見れて血が吹き出りゃいいんだ。背景音みたいなもんさ。武士道の宣伝文句だな。じゃあ B、 少し二人きりにしてくれ。二人とも楽しめよう。最高の席を用意したい。上がりな。真似してみようぜ、ローグ。俺に世界は必要ない。だがお前は必要だ。ジョニー、あんたを誤解してたみたい。私が見誤るなんてね。想像通りのデートになったか。二人で映画に出かけるなんて世界がひっくり返らなきゃ無理だと思ってた。でもまさかこんな風にひっくり返るとはね。今だけ2015年のふりしてみない？出会ってすぐ、まだあんたがどんなろくでなしか知らない頃。2077年のローグがいいんだ。こんなに老けてもかい？よし、じゃあもし2015年から人生をやり直せるとしたら、今までやったことの何を変えたい？お前を失わないために全力を尽くす。ジョニー、私。おい、どうした？別に、ただあんたがいない間、私はずっと考えてたから。もしあの時ってね。グレイソンやスマッシャーに関係してることか。え？スマッシャーがどうして出てくるのさ。まだあいつのことが引っかかってるようだった。当たり前だろ。悔しくて仕方ないよ。でも今は考えたくない。でも俺はお前のところに戻ってきた。もしの話よりその方がずっと大事だ。今夜一晩しかないなんてね。それだけあれば十分だ。ローグ、時間は限られてるし、体も借り物だが、俺はここにいる。ジョニー、ダメ、ダメなんだ。B に悪いってことか。
あんたに悪い。何も変わってないふりをしてた。あんたの知ってる昔のローグのまんまだってね。少しの間は自分も騙せてた。私はもう帰るよ。ローグ。クソ。素敵な夜を楽しんでたはずが、急に怒って訳も教えてくれなかった。思い当たる節は？グレイソンと話してた時、あいつの様子が変だったろ。変というよりグレイソンの言葉に動揺してたというか、それが原因かもな。探る必要がある。とりあえず脳倉庫へ頼む。それでローグのことが分かるのかよ。いや、ケリーだ。着いたら話す。にしても映画はひでえもんだったな。
いだろう。